紙の力で走る車を紹介します。車輪を回すと戻ります。実は、コピー用紙のゼンマイで動いています。こうして紙ゼンマイを巻いて、下に置くと、結構走ります。作り方を説明します。本体と車輪は工作用紙で作ります。車軸は爪楊枝です。細めのストローは車軸を固定するために使います。これはゼンマイ用の紙です。A4 のコピー用紙を切ったものです。道具は、セロテープ、ボンド、ハサミ、コンパスです。本体、車輪2つを切り取りました。ストローを2センチメートルの長さに切ります。セロテープで本体にまっすぐ貼り付けます。次は紙を本体に貼り付けます。まっすぐになるように貼ります。次は車輪です。爪楊枝が通るように穴を広げます。コンパスの針でグリグリします。爪楊枝を刺します。ゆるゆるにならないように注意しましょう。ボンドを用意します。紙に出して使うとやりやすいです。別な爪楊枝を使って車輪にボンドをつけます。くっつくまで少し待ちましょう。次は紙の端っこを車軸に貼り付けます。もう一つの車輪の穴を少し大きくします。ああ、少し緩くなってしまいました。こういう時は、セロテープを貼って穴を開け直します。ボンドで固定します。
固まるまで待って完成です。はい、ではテスト走行です。こんな風にゼンマイを巻きます。うまく走りました。これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。